ちのピンチの連続。そんな時ウルトラマンが欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるさ、勇気の光。地层导弹 J99 发射确认完毕，导弹正飞向目标，深度2000，状况良好。导弹距离目标还剩15秒，命中。破滅する世界。わかりました。また地底貫通ミサイルによる先制攻撃ですか。今度は中国だ。地底怪獣殲滅を理由に各国の武装強化はその歯止めを完全に失いつつある。ガードチャイナが地底貫通ミサイルを使用しましたが、どう思われますか。もちろん日本でもやるべきだね。地下にいるのが分かってんならまずやっつけるのが筋でしょう。でもそれって影響ありますよね。環境線とか。私は反対なんですけどね。怪獣が出てきてから慌ててもね。ありがとうございました。吉井涼子さんですよね。はい、そうです。ファンなんです。握手してください。もう少し素材が必要だな。リム、飯食ったらまた出かけるぞ。川端さん、なんか俺すごい不安になってきちゃって。え、これここ数ヶ月に起きた集団犯罪の統計なんですけどね、ものすごい勢いで増えてるんですよ。集団犯罪？それぞれの事件に関連はないが、よく調べると一つだけ共通することがある。それは動機が不明か。特に理由もないのにどのケースも大きな事件にエスカレートしている。これも破滅将来体の影響ですかね。確かに街を破壊する怪獣は恐ろしい。でもな、本当に怖いのは人の心が壊れてしまうっていうことかもしれねえな。何あれ。菅井助教授、はい、どうしてクラゲの化石は見つからないのでしょうか。この助教授よく出たよね。出たがりで困るんですよ。CM まであと1分です。オーケーレース。根源破滅の大いなる意志よ、罪深き人間を導きたまえ。この治療よりその汚れを払いたまえ。いつから今のクラゲなの。なんだいきなり。こちら EX ポイント 210A7 に到着。現在時空の歪みに急激な変化が。収束ポイントには何があるんだ。
KCB 本社ビルです。何 KCB だと。体ですね。はい。おお、おい、サブ、サブ聞こえますか。ほら渋谷本番中だぞ。でどうなってんだよ。早速苦情の電話か。もしもし。はい、内村です。はい、山内です。はい、友田です。パルスパターン間違いない。中にいるのは田畑さん。レコ、この状況ってもしかして。落ち着け、今ルンルが外を確かめに来てる。まずい。よかった、人がほら。同じだわ、あの温泉地の時と。やだ、どうしましょう。どうしましょうって、お前逃げるしかねえだろ。こっち行け、こっち行け、逃げ。どけ、お前らに用はない。地球の意志を見失った裏切り者め。やめろ。藤宮、ワームホール、依然としてエネルギーを増大中。強力な電波干渉のため、ガード地上部隊との連絡も途絶えました。まるで情報が確認できないとは。 KCB の中は一体どうなってるんだ。猫、コガンリングと二人で食い止める。そんな、森だって男ですよ、たまには頼りにしてくださいって。リング、きっと助けが来る。最後まで絶対諦めるな。行け。こんなことになるわけ。許せない。え、藤宮君の目を曇らせるだなんて、ひどい女。まさか。私が彼の迷いを断ち切らなくちゃ。誰？田さん。そうでしょう。田畑さん、リング。何度その姿を利用したら気が済む。私をフォログラムだとでも思っているの？何？私
帰ってきたのよ藤宮君。ほら。まさか。また地球について一緒に考えましょう。昔みたいに。タッキー、パイロットウェーブ照射スタンバイ。ターゲット出現と同時に攻撃を開始。地上に落とす前に確実に粉砕する。僕を一体どこへ。たった数百年で200種以上。え、人類が絶滅させた動物たちの数だ。人間はそのエゴで他の生物を殺し続けている。それどころか互いに憎み合い、恐ろしい殺戮兵器でこの地球自体すら破壊しかねない。まさに癌細胞そのものよね。もし地球上で絶滅してもいい種があるとすれば、それは人間だけだ。せっかく地球が与えてくれた力、それを正しく使えずなくしてしまうだなんて。もう一度取り戻すのよ、あなた自身の手で。都市上空に波動生命体検出。ゼルマさん、ごめんなさい。ライトニング、ターゲットを完全に破壊。よし、これで干渉電波も消える。すぐに地上部隊と連絡を。それがこんな。どうした。敵を撃破したはずなのに干渉波はさらに増大しています。なぜ干渉波が消滅しない。干渉波の発信源は KCB の社屋内だ。ビルの中から。敵はすでにそこに潜伏している。作戦を立て直す。至急 LL ベースに帰還せよ。了解。コマンダー、これは一体。敵は干渉電波を広範囲に拡散させるつもりだと思われます。広範囲にか。それでテレビ局を。放送電波を利用されれば精神汚染は爆発的に広がる。人間同士を戦わせ自滅へと追い込む。それが敵の本当の狙いだ。俺がもう一度アグルの力を。そう、きっとできるはずよ。浜田さん、任務。迷いを捨てて。そうじゃないときっとまた藤宮君は忘れてしまうわ。地球を救うという大切な使命を。邪魔な存在は全て消すのよ。波動生命体の擬態。まずはその女を。お前は稲森博士じゃない。消えろ。あなたに私が撃てるかしら。撃てば二度と私はあなたの前に現れないのよ。それでもいいの。俺は藤宮君には私が必要なはずよ。
あなたの理想、あなたの孤独、そのすべてを理解できるのは私しかいないんだもの。藤宮君をこんなにも堕落させて。その人が苦しんだのは人間だからじゃない。藤宮君も私たちと同じ人間だから。その女を撃ちなさい。そしてもう一度戦うのよ。地球を救うため、愚かな人間たちをこの地上より消し去るのよ。なやつ、いつも肝心な時に。藤宮、俺には何も救えはしなかった。何一つ。藤宮君、またお前を利用できれば面白かったのね。でもいいわ。これから私は地球上に増殖し、人間どもが憎み合い滅ぶ様を見届けてやる。奴を追い込む。そして必ず倒せ。人間の心をもてあそぶお前たちは卑劣すぎるぞ。こっちだ。電波回線に潜り込むつもりか。僕を導いてくれ、地球の光を。ガイア！その炎で焼き殺された地球怪獣の胸の叫びだ。その怨念を受けてみろ。
ースが送ってきた特殊弾はその一発だけだ。電波各弾を避け、攻撃はマニュアルで行え。了解。頼む、聞いてくれ。藤宮君、あなたはちゃんと救ってくれたわ。俺のせいで稲森京子は死んだ。でも その事実は決して変わりはしない。怪獣によって大勢の部下を失った男、今地底に眠る一匹の怪獣に先制攻撃が。次回ウルトラマンガイア第一作キバ。ガイアよ、今君にできることは何なんだ。